フォームはいいのにコントロールが悪い。打点が合わない。それはあなたに球感がないだけ。その正体は定位能力。テニスの定位能力の理論と実践。詳しくは概要欄で。はい、テニスの白川です。今日はですね、なんかあの、強いジュニアほどね、なんかこう、あの、横柄になってね、図に乗ったようなやつがね、多いんじゃないかというね、あの、感じがして、それのね、原因いろいろ考えてね、それについてちょっとお話ししたいと思うんですね。特にあの、保護者の人とか、あの、ちょっと注意してもらいたいかなというふうに思うんですね。まあ、最近の時代の傾向的なことが言えますよね。例えばですね、このある例なんですけど、昔あったんですけど、まあ、あるね、あの、まあ、高校がね、あの、強いジュニアをね、もうどうしてもこれ、引き抜きたかったんだよね。こう入れて、入学してほしかったんだよね。で、もう、あの、かなり頼んでね、あの、その子を入学させたのね。で、あの、どんなことが起こったかっていうと、その子がね、入学するや否やね、あの、部室に入るでしょ。その時の先輩のね、あの、挨拶がね、あの、チュワースって、こんな感じなんで、ガム噛みながら、物質にチュワースみたいな。チュワースって、まあ、こんにちはって意味なんでしょうね。なんか、その、チュワースって入ってきたのよ。もう、先輩なんかもう、あの、激怒なんだけど、先生が先輩たちに何て言ったかったら、我慢してやってくれって、こう言ったらしいんですよね。もう好き放題。で、あの、その子、まあ、あの、当時、もう、なんかね、その、府県でも最強だったもんだから、あの、先輩たちなんか全然歯が立たないのね。こう、一年生なんだけど、全然、あの、三年生の先輩も全然歯が立たないんだよ。もう、ポコポコに練習相手にならないのね。で、あの、その子の、まあ、家が、まあ、こう、授業をやってて、で、その子がテニス始めるときに、あの、クラブを作ったのね、クラブをね。で、その子専用のコートがあるんだよ、ね。で、その子専用にね、工事3人つけてるっていうのね。あの、ちなみにそのクラブね、あの、未だあるんだよね。あの、まあ、別のね、今ちょっと、あの、会社が運営してるんですけどね。ある。にあるんだけど、まあ、それも置いとこう。あの、まだその子専用のコートまであるというふうな感じなんですね。だから、もう、そんな感じだから、もうなんかこう、もう態度横柄なのよね。まあ、プロになったのかな、結局ね。まあ、その子どうなったか分かんないけど、話聞かないから、途中で多分ダメだったと思うのね。あの、それと似たようなことがね、あの、今でもね、なんかこう、あるんだよな。あの、まあ、今だったら、例えば、いろんなスクールがあるじゃない？だからこう強かったらこう引っ張られるんだろうな、多分ね、うちおいでよとかね、なんかこう、いろいろとこう、なんていうかね、あの、いい感じで、あの、なんかね、こう、うち来たらこうだよとかね、こう言われてね、あの、入るわけじゃない。で、体験なんかも来てもらったら、もう、それはもう、なんていうのかな、いたせりつくせりなわけでしょ？そんな感じだから、そらね、あの、子供も図に乗りますよ、正直言って。だから、もう、なんか、ある学校なんかも、なんか、その強い子が、こう、まあ、幅利かしちゃってね、まあ、まともに練習もまあやらないし、まあ、彼らは彼らで、まあ、別に、まあ、あの、コーチもいたりとか、いろいろするのかもわかんないけど、なんか、練習がまともにね、なってないとかでね、まあ、そんな感じなんですよね。で、そんな子はいっぱいいるんですよ。だから、その、なんていうのかな、あの、彼らはまあ、別に自分らコーチをつけてやってて、まあそこで本気でやってんでしょうね。で、ところがまあ、あのみんなと練習するときも適当にごめんとかやってね、もうなんかショートラインもまとめられない、うえーってやってね。で、そんな状態だから、それでもまあね、勝つもんだから何にも誰も言えないというね。で、先生もやっぱりあまりにもうますぎるから、あの、教えれないというふうなね。だからもう、なんかもう好き放題になっちゃってると。こんな感じですよね。なので、あの、そらみんな図に乗っていくわな、とかと思うのね。で、まあ、あるね、まあ、ちょっと、これも、まあ、かなり昔の話なんだけど、教会の方でね、こう集まりがあって、やってたんで、練習やってたんだけど、まあ、隣の子とね、ある子、上手な子がこう練習してたのね、やっぱり、大変にやってたのよ、こう、なんか、ショートラリーもなんかもう、なんかもう適当というか、もう、なんだろう、もう本当にもう適当なのね。で、その時に言ったらね、こちらがね、なんていうのかな、その子らをね、指さしてね、ああいうふうにはなるなよ。ってこう言ったらしいのね。だから、なんて言うのかな。教育部分がもうできてないんだよね、これね。だから、そこをじゃあ抑えれるのが、誰なのって言ったらね、よく、態度、試合でも態度の悪いとか、なんかいろいろいるじゃない、こうなんかね、もう、なんだったかな、なんかこう、なんか、まあ、審判とかアンパイアになんかこう食ってかとか言ってね、みたいなこと言ったらしいんだけど、そこまで言ったのかどうかわかんないけど、なんか、
とかなんか言ったらしいんだけど、まあこれは聞こえてたか聞いてないかわかんないんだけど、なんかもう、もうなんかモラルがなんかもうぐちゃぐちゃになってるよね。で、それってじゃあ、なんか後からね、まあいろんなこう書き込みとかね見ると、コーチの教育ができてないんだとかっていうのが書かれるけど、まあコーチの立場からすればね、例えば今だったらその一つのスクールに行ってるわけじゃないじゃない。いろんなスクールに行ったりとか、それからまあスクールには席は置いてるけど、別に別のコーチを持ってるとかっていうのが結構あったりするわけよね。だから、その担当コーチとか言えど、担当コーチがちゃんと教えてないっていう部分もあるわけよね。まあ、ある、なんて言うんだろう、私の知り合いがいたんだけど、なんか、結構強い子がいたのね。で、私言ったのよ。なんでこれ普通に強いじゃん。どんな感じで練習してんのとか言ったら、いや、別に俺教えてないんだよ。とか言うのね。で、どうしたのって言ったら、いや、彼は別になんかこう、練習する、教えてるコーチがいて、で、まあ言えば、なんていうかね、こう、まあそのクラブにはね、こう強い子がいるから、まあちょっと打たせればいいんじゃないのみたいな感じで来てるから、だからもう言っても何も言うこと聞かないし、みたいな。だから、コーチがアドバイスしても、ふんって、こんな感じなんだよね。だから、もうお客さん商売っていうか、なんかもうスクール生の延長みたいな感じになってるから、もうどうしようもないんだろうな。だからもうコーチもまあ教えないし、で、まあ今だったらもういろんなスクールね、その強くがって、点々としてる状態だから、まああまりこう責任感もないんだろうな、とか思うのね。昔はね、例えばなんていうの、もうここ10年ぐらいで十何年でも変わりましたよね。10年以上前、まあ20年近く前だったらもう強いスクールって決まったとね、何々スクールが、もうなんかもう上位占めててとかね、もう大体こう上位占めてるスクールでこう決まってたんだけど、最近何も全然もう、なんだろう、所属がもうバラバラになっちゃってるっていうか、どこが強いのっていうんじゃなくなってきましたよね。まあ、ある程度強いところのとこが集まってるところってもあるんだろうけど、でもよくよく聞いてみると、そこだけじゃなくて、まあ別のスクールとあっちのスクールとこう行ってるからっていう感じだから、まあ正直言って、まあ、コーチもそこまでの責任感は多分ないんだろうなと思うので。だから、そこまで細かくは、まあ言ったら、揉めたくもないじゃない。だから、なんだろう、もう野放しになっちゃってるんだろうなという、なんかそんな感じがわかりますよね。まあそれで、なんなんだろう、まあ、そのね、大阪ないし、まあ関西なんかで、まあ勝ててたら満足なのかな、こんな感じが思うのね。ところが、まあ、ある程度、こう、強い子、今見てて強い子っていうのは、なんかこう、保護者がコーチで、保護者がかっちりやってて、保護者がきっちり教育してっていう感じのところなんかが、やっぱりなんかこう、きっちり、まあ、できてるのかなっていうね。やっぱり、抑えるべきとか抑えてガチッと言うんだろうね、やっぱりね。まあ、だからといって、なんか真面目なのかどうかちょっとわかんないけど、まあ、もうなんか人なみたいなとこあるらしいから。それでもやっぱりちょっと、なんていうのかな。まあ、問題点はいろいろあるんだろうけど、まだ親がずっと一貫して見てる分マシなのかな。一貫して見られてないとか、もっと悲惨なんだろうなという、そんな気もしますよね。まあ、ということで、まあ、今のなんていうかな、こう、時代の、どういうんだろう、問題点をいろいろと、なんか浮き彫りになってきてるのかな、っていうふうなね。で、そういう感じで言えば、なんていうのかな、コーチが、なんかこう、もう、昔だったらね、私だったらもう、本当に二人三脚しながらやってきたとかいうのがあったけど、もう最近そういうのこう見えないですもんね、なんかね。で、まあ中にはね、それでもね、中にはね、もう何人かは、もう本当にこうコーチの信頼関係を置いて、こう二人三脚してて、本当にいい子はいる子でいるんだよ。これね。だから、全員が全員っていうわけじゃないのね。やっぱり本当に一部の何人か、まあでも結構そういう人がこう増えてるから、まあ一つの継承ということでね、こう継承を鳴らすという意味で、こう、まあ今回言わさせてもらってるんだけども、どういうんだろう、やっぱりコーチとしてもやっぱりそういう態度の子らに関してはやっぱりこう熱意っていうのはやっぱりこう注げないんだろうなという感じはしますよね。まあまあうちもね、いろんな子が練習してきてるんで、まあうちに来てる子はね、結構うちに練習来る子っていうのは相当ちょっと私もね、入るときにいろいろこう、選んでるっておかしいけど、ここのクラスだったら入りませんよ、ここだったらできませんよって結構厳しいことを言ってるので、そんなにね、間違った子ってのはいないんですよ。まあ、うちに来た方はいないですよね。まあ、もしちょっとそういう、存在な態度したら多分、風痴だったらガツンというのは分かってるから。もう、どういうんだろう、ある地方の子なんかに、特に地方の子でね、
地方の1位とか2位とか、この上位の子、あれ態度悪いのたまにいますよね。私ガツンと言うんだけど、思いっきりね。案の定、やっぱり大阪、関西の、これはね、ポコポコにやられて、全敗して帰っていっちゃうから、何も言えなくなるんだろうけど、結構そういう声が起きてね、ポコポコにやられて負けて帰っちゃうからね、それで頭ガーンと打たれてるんだろうけど、やっぱりね、地方の子でもやっぱりこう、やっぱりそこでは強いんだろうね、きっとね。だからこう鼻高だからって最初もラリーもふんみたいな感じでやってるんだけど、もううちだったらもう親も呼んで息がんで言うからね、テニスコーじゃないし、もう売り上げどうでもいいと考えてる方だよ。なので関係ないんだけど、だからまあうちの子もそんなにいないしね、やっぱりこうずっとね一緒に韓国行ったりとかそういう子なんかもう思い入れがあるじゃない。だから一生懸命頑張ってね応援したいなと思うし、やっぱりこうそういう子たちが勝ってる話を聞くとね、もうすごい嬉しくなるし、やっぱりなんていうのかな、こうコーチとしてはこう思い入れのあることを、思い入れのある思い出を作って一緒に頑張りたいなっていうのは気持ちがやっぱあるから、なんかそんな感じのね、コーチといい感じでできる子がね、やっぱりになるためにはやっぱりもうちょっとその横柄な態度とか、そういうふうな、なんていうのかな、やっぱりもう日本のサービス業が生んだ一つの問題かもしれないけど、そこはちょっとなんとか、保護者のご協力も得て、ちょっときっちり教育された方がいいんじゃないのかなというふうにはこう思いましたね。ちょっと他にもね、やっぱりいろいろ目をかけてる子も、犬も確かだから、ちょっと、保護者の皆さんもね、ちょっと目を光らせていただければいかがでしょうかということでしたですね。トヨさん、頑張ってください。